フィーチュール。さあ本日はこの前スパイダーマンの続きをやっていきたいと思います。イエーイ。である程度レベルを強くさせていただきました。はい、そっちの間にまたしてもショッカーが野放し。やあハーマン、ほらせっかくの鬼ごっこだし感情的なつながりをさ。構えた、じゃあゆっくり。すごいね、消えた。ねえハーマン、なんでまた強盗してるの。警察に目をつけられてるの分かってるだろ。頭が弱くは知ってたけどさ、ここまでひどかったっけ。必死なところを見ると自分で使うお金じゃないってこと。ってことは仲間がいるか誰かのためか。悪女をしてくれないと痛い目見ることになるよ。どうする。君は個性ゼロだけどスーツはかっこいいね。設計教えてくれない。今度ね。なんか超合金みたいなね、うん、だなんか洋服っていうかすごいね。強そうねえ。さすがね、スパイダーマン。強盗の動機は聞けた。聞いたけど無口なやつだろ。僕嫌われてるし。あなたを嫌ってる人は多そうね。ユリはそんなことないよね。我慢はしてる。うわぁ、心温まる優しい言葉だな。仲良し。まだ時間もあることだし仮面のこと調べてみてもいいかも。おっ、MJ だ。いや、MJ、呼ぶかし。ニュース見てたとこ、ショッカーと一悶着あったみたいだけど。あいつやけに喧嘩腰でさ。あ、そうだ、夕飯ありがとう。いくらだった。貸しにしとく。それよりあの仮面まだ持ってる。うん、ちょうどフィーストセンターに行ってマーティン・リーに聞こうと思ってたとこ。マーティン・リー、なんで。中国の美術史専攻してたんだ。あの仮面の由来知ってる人がいるとしたら彼かなって。そっか、何か分かったら教えて。絶対にすごいネタが隠されてる気がする。暴いて記事にするんだ。あ、ってことはいつでも電話していいわけ。うん、好きな時にすれば。これって連絡再開ってこと。やった。もうすぐ朝だ。そろそろリーさんが来る。その前に朝ごはんと。朝ごはんです。あ、食べてる。ドーナツか。出た、ドーナツだ。好きだよね、向こうの人って。毎日食べてるような気がする。この時間ならリーさんもオフィスにいるはず。開いた。ピーターどうしたんだい。お邪魔してすみません。友達で記者のメリー・ジェーンが今輸入アートの記事である作品を取材していて、専門家の意見が欲しいんですけど。大学で専攻してましたよね。まさかあの知識が役に立つ日が来るとはな。見せてみなさい。なるほど、これをどこで。わかりません。何なんです。古い中国の仮面のレプリカだよ。久しぶりに見たな。
ここにあるこのシンボルはデーモンだ。デーモン？子供の頃、父がこの仮面が出てくる怪談を聞かせてくれた。それはもう怖くてね。いいか、ピーター、この仮面は危険を呼び寄せるかもしれない。別の記事を書いた方がいい。彼女に危険が？さあ、わからない。だが念のためだ。ピーター、仮面のシンボルはデーモンって意味だって。あんなに怯えるリーさん初めて見た。記事にするのはやめとけってさ。それは無理。リーは何か隠したかったんじゃないの？いや、単に昔のことを思い出しただけじゃないかな。辛い子供時代だったらしいし。そうなんだ。デーモンか、覚えやすい。じゃあ原稿書く。またね。まあ今のところいい感じだよね。すごい、すごい。博士との約束の時間まで暇だし、それまではスパイディー業に勤しもうかな。ションが出るまではどうか。そうだね。ピーター、リーさんから聞いたけれど心配してたのよ。危ないことしてないわよね。ああ、 MJ のジョーさんのことを話したんだよ。大丈夫、 MJ にも言ってくれ。もしかして呼びを戻したの？また連絡取り始めたんだ。リーさん怒ってないといいけど。心配してるのよ。あなたのことを気にかけてくれてるわ。あなたが一生懸命人助けをすることに感心してるみたい。若い頃の自分とあなたを重ねているのかも。あなたも恋しても頭もいいでしょ。リーさんっていい人だな。いいボス持ったね。その言葉伝えとく。じゃあね、ピーター。もしもし、ピーター、ピーター、オクサビエス博士だ。ああ、博士。敵地との共同兵が死者が生きてる。ああ、忘れてた。ああ、そうじゃなくて、すぐに行きますよ。最近遅刻してばかりじゃないか。どうしたんだ。しっかりしなさい。はあ、またか。時間忘れてた。だいぶ張り組んだね、うん、早くなった。どういう仕組み？本物の腕と同じさ。腕が動くところを想像して、ほら。
やったあの、待って、何のつもりです？安全基準違反です。おい、こら、何してる。とても繊細な機械なんだぞ。わかった、市長に直接電話する。ピーター・パーカー、おい、一気にしていたか。噂をすればオズボンさん。おお、水臭い。君とは長い付き合いだろう。市長と呼びなさい。冗談だよ、ノーマンでいい。ノーマン、どういうつもりだ。補助の契約は安全な設備が条件だったろ。違反はこれで何度目だったかな。免除されてるだろう。私が差し押さえを食い止めてきたんだよ。でもこれを見てくれ。あなたの多大なる国家への奉仕に感謝します。これから彼らがあなたをオズコープロボティクスへお連れして最先端の技術を提供します。無料でね。安全基準の違反は口実なんだろう。君を助けたいんだ、オット。研究を自由に続ければいい。安全な環境でな。オズコープでか。相変わらず物分かりがいいようだな。お前は全く変わらんな。君もな。大体このタイプだよね。なあ、ピーター。来年の頭にはハリーがヨーロッパから戻る。息子と君がいつも話してたビジネスを始めればいい。どうだ、またとないチャンスじゃないか。さあ、ほら、休んで。全部持ってったわけじゃない。また二人で最初から。ピーター、それは無理だ。助成金がなければ君の給料も払えない。一人にしてくれ。悪いことは言わん。他の仕事を探せ。あー、なんか悲しげね。一生懸命頑張ってるのにね。うん、すごいから手柔らかいよね。博士の力になれればな。ハリーに電話してお父さんに話してみる。ノーマンは耳を貸さない。リサーチステーションを潰そうとしたくらいだし。ま、ステーションってこの近くだよね。ハリーの代わりにチェックするか。絶対僕が博士を助けてみせる。ヨーロッパに行く前にメッセージ残してくれたんだ。ピーター、頼みを聞いて。母さんが長年温めてきたリサーチステーションのプロジェクトを立ち上げたんだけど、今僕はいないだろう。価値を証明しないとオスコープが閉鎖するはず。僕の代わりにチェックしてくれる。詳細はステーションで見て。助かるよ。ステーションは母さんの一部みたいなものなんだ。まあお金にはならないけど、ハリーの大事なプロジェクトだし、僕も手を貸さなきゃ。これか。ステーションで大気汚染を測定してるんだ。目的はそうそう、毒性量に達する前に汚染物質を見つけるためさ。ここだけの話、オズコープは汚染がバレるとまずいからここを潰したがってる。空気中の炭化水素の量が異常だ。しかも増え続けてる。これ以上悪化したら死人が出るな。粒子が問題のある場所に固まってる。小さなスモッグの雲みたいに。ダイブしてサンプルを取って原因を突き止めよう。ハリーはいい子なんだね。うん、割と。そう、お父
体に悪そうだけどスモッグの中スイングしなきゃ。肉眼でも雲が見えてるってことは毒素レベルマックス間違いなし。よし、ゲット。2種類の車から出てるのか、それとも煙突からも。写真撮っとこ。
煙突の写真撮るセンスはあるか。ここから先は環境保護局にお任せ。アースデイ用に緑のスーツ作ろっかな。よし、ステーションのおかげで大惨事は免れた。これで利用価値がないなんて言えなくなるはず。スパイダーマン、ショッカーが逃げた。今東31丁目の銀行を襲ってる。どうして刑務所にいたはずだろう。さっきまでは監視の一人がショッカーの独房を開けてスーツまで返したのよ。絶対仲間がいると思ってたんだよね。監視から何か聞けた。聞きたいところだけどもう死んでる。ショッカーの仲間は相当したたかなやつね。そう、監視映像を見ると監視はトランス状態だったみたい。あと光の加減かもしれないけど目が光って見えたか。うー怖っ。よし、銀行に着いたらショッカーに直接聞いてみる。うわマジか。ハーマン、元気にしてた。僕は弁護士じゃないけど会社の傍聴にまずいんじゃない。あっち向いてこいです。試合、じゃあ遊戯王は。じゃあボクシングで。ガンパレットをデジタル化したんだ。ああそうかい。邪魔するなら地底をつる。よし、さっさと刑務所に戻って科学の話しようね。初バトル覚えてる。僕はまだ青臭いバカで、ねえ、今ただのバカだった。これは展開の違いだね。ほら、どのくらい食べるべきかの基準なんてないだろう。それに会話と沈黙の最低な割合は誰が決めるのさ。それプラスどうやって測るの。文字数じゃなきゃ母音の数、それとも一つの考え伝えるのに必要な単語数とか。でもそれって時間だろ。僕からすればみんな話せばいいんだよ。誰がその人を操ってるかとか、誰のために働いてるのかとか、いろいろね。これの音
もう銀行使ってないよ。現金見つかっただけラッキー。本気でお金が欲しいなら仮想通貨がいいよ、今流行りだし。飼い主を教えてくれたら力になれるかも。喋れば仕事できるね。すごいね。ある意味チャンネルもそうしぶとい。ハーマン、必死だったし、怯えてた。デーモンたちが勢力を伸ばしてるのか。みんな、つながってんのね。オッケー、ユリ、ショッカーは片付いたよ。さすがね、ラフトに特別な毒棒を用意した。これであいつも二度と檻から出られないはず。そうそう、ショッカーはデーモンどもに雇われてたっぽいね。デーモンども？デイリービューグルの見出しみたい。ねえ、デイリービューグルは健全な報道メディアだよ。あれが報道ね。腕利きのリポーターがいるって聞いたよ。それはそうと、デーモンについて何か分かった？あの仮面のやつら。調べてみる。ちなみに銀行の中でどうやって暴れ回ったの？多分知らない方がいい。聞くんじゃなかった。あ、ほらできた。いや、MJ、デーモンの話だっけ。怖っ。あれって僕のせいかな。僕がフィスクを檻に入れちゃったから。そうは言ってもフィスクを野放しにするわけにいかないでしょ。ねえ、平気？なんかいつもより落ち込んでるみたい。ついさっき無職になったかも。死っていうか、ノーマンが援助を切ったんだ。そんな、ひどい。
ハリーがいればお父さんを説得してくれたのに。重要な研究だし、スポンサーも見つかるはず。ありがとう、じゃあまたね。はい、行きます。怖っ、無理無理無理、怖い怖い怖い、やばい、迷いそう。それで調べてみたわよ。やばい、やってくれると思ってた。何か企んでるわね。フィスクのアジトを襲ってる。フィスクを狙ってる。くそ、ま、どうなっちゃう。もしかしてギャングの構想なら先回りしよう。今夜は、ま、すごい顔して見て、人がすごい面白い格好した人がいると思った。まあこんなもんにしとこうか今日は。うん、そうだね。襲われていないフィスクのアジトはある、うん、ちょっと待って、フィスクが所有していたポートサイドの造船所で動きがあって。いやー、サンキューユリ、行ってみるよ。疲れちゃう。イエローキャブね。こんなもんにしとこうか。うん、はい、そうだね。うん、キレがいいから、うん、まあ、始めましょう。はい、今日は第 4かな、4だね、うん、パート4をやりました。はい、ではまたお会いしましょう。 See you again。 バイバーイ、続きお楽しみにね、うん、またねー。